ただいまの決まり手は突き落とし、突き落として霧馬山の勝ち。ただいまの競技について説明をいたします。行司軍配は霧馬山を有利と見てあげましたが、大栄翔の手のつくのと霧馬山の体の出るのが同時ないかと戻りがつき、競技の結果霧馬山の足は残ってました。大栄翔の手が早く霧馬山の勝ちといたします。ただいまの決まり手は突き落とし、突き落として霧馬山の勝ち。